るのか。こんにちは、どこまで進みました。今は殿堂入りして色違いのゲンガーが欲しいので、どうやら図鑑を全部埋めると色違いが出やすくなる効果を持ったアイテムがもらえるらしいので、それ欲しさに図鑑を埋めてます。今一回切っといて、おはよう。じゃあ図鑑を埋めてる。切って、あ、お前その呼び方やめろ。右の種かよ。図鑑埋めね、ピカチュウ版がいないせいで俺結構積みっちゃ積みなんだよな。でも岩永さんかレジスタンスのチャイカさんかで、うおいおい、あとはもう司交換や司、いや、シーナにはねあっちから来たらいいけど、俺から頼むのなんてもうやだやだやだ、ありえない。どれくらい埋めた？まあまあ埋めたね。そのポケモン後で全部一回こう、一回、めんどくさ。めんどくさ、これ一匹ずつしか送れねえんだか、お前。捕まえろ。どうしても捕まんねえやつとかいたらいいよ。これ不思議だねの恩を。お前分かってねえな、お前。分かってねえわ。方々駆け巡るのが楽しいのに、お前。ロコンかゴースかポニータ、好きなの選んでよ。全部いらん。何？理想個体ってこと？ゴースの理想個体は欲しいかも。まあ、リザの方がいいかもな。夜までに用意するね。やばい、やばい。業者が目覚め出した。あ、受注生産。受注生産。どうだ、ここは。あ、在庫ありましたんで、いつでも。おい、業者！業務連絡入った。性格臆病の理想個体持ってんだけど。なんなの、お前。ガチじゃん。理想個体っすか？理想個体っすか？いや、理想個体って響きが良すぎんだって。本当に、A 抜き 5V メガゲンガーってこと？それ本当に？それ。本当？それ。おいおいおい！おい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 ！おい！いや、強すぎでしょ！お前マジじゃん！本物の理想個体見つけてきてるじゃねえか。ガチじゃん！欲しい！欲しい！誘惑っつうか、もう求めるものじゃん、それ。欲しい！図鑑埋めの意味がなくなる。ただ、名前は椎名優香。あ、いらないっす。いらないっす。大丈夫です。ありがとうございました。また、機会があったら、利用します。大丈夫です。うち、そんな、抱えきれないね、椎名優香。いらないっす。シシウェルプレイ。シシ？シシ？おーし、オムオム。訳あり商品、大暴落。事故物件だろ。名前で。名前が事故物件。あの業者、まだ、椎名優。椎名優香専門店じゃねえかよ。店間違えた。シシ？シシいるの？鋭い牙を持っていたが、殻が大きすぎてうまく動けず、絶滅したらしい。こいつの説明のパンチ力やばいな。タイミングがタイミングなら俺爆笑してたわ。何？殻が大きすぎてうまく動けず、絶滅したって。何それ？見つけたいっていう気持ち。やばくない？この石つぶての数。病的なまでに石つぶてがいるんだけど。石つぶてばっかでつまらん。同じやつが同じこと言ってる。いや、なんか待ってくれ。待ってくれって。
こんなんでつまんないっつったらもう厳選耐えられないよ。石つぶてアンチ、石つぶてアンチ、すまん。石つぶてってなんや。石つぶて知らないやつ。ありえないだろう、ないから。石つぶてさっきから画面に出まくってる。石つぶて大会開く。石つぶて最強決定戦やる。石つぶて博士来た、とうとう。もうポケモン食べるに来とうと石つぶて食べだしたじゃん。削ってご飯にかける。もうやばいって。石じゃんだって。何が欲しいの今は。富、名声、力、あとピクシー、あとカイロス。ピクシーとカイロスと、あと交換で手に入るポケモン全部。なんか椎名結花取扱い専門店来た。はお前、おちょくってんのかお前。欲しいしなんだよ俺は。それがピクシーし、欲しいし。え、待って、こいつがこういうところにいるってことはこっちじゃないの出るの。俺は何か間違いを。わかる。通気の石あるやんけ。出てる最中に現れる可能性を加味して。あー、今完全に騙された。心の中のラグーザが完全に来たの木まで来てた。ぬか喜んだ完全に。あー、きつ。ポケモンきちい。石マニアのクズハが勝負を仕掛けてきた。疲れてるよそりゃ。疲れないやついる？あんな石つぶての顔見て。いないだろう。お前、石つぶて恋しくなってんじゃん。こっち？こっちか。ここか。あー、ここだ。どうも。おい、お前の顔なんかもう二度と見たくねえんだよ、卵ピンク。